今日の陽一。はい、エンジン壊れていろんな方がねアドバイスしてくれて、はい、本当に皆さんありがとうございました。というわけでね、はい、無事に中華エンジンレビュースタートいたしましょう。はい、しましょう。エンジンかけて、まず指導性からかな。そうですね、お願いします。はい、お願いします。エンジンスタート、キーオン、キーオン、ブラッジオン、ジェイブレーキをつけ、右見て左向けいきます。せーの、おお。キットの重さはどう？キット、うん、全然軽いですよ。全然軽いよ。うん、これで重くいった。手でも下ろせたぐらい軽いんですよ。そんなに重くない。これでギリギリ手で下ろせるぐらい。じゃあめちゃくちゃハイコンプってわけでもない。はい、振動どう？振動ね、うん、ちょっと8000回転ぐらいからちょっとビリビリする。うん、出します。ステップはそうでもないんだけど、一度がもうガーッガーッすごい、うるさい。うん、まあ普通か。ああ、そんなめちゃくちゃな振動があるわけではない。でもね、あのハンドル握って感じ、すごい駆動感を感じるんですよ。うん、まだ125だからね。うん、なんか DM っぽいかな。よし、じゃあちょっと走ってみましょう。走ってみましょう。いかがですか、走った感じ。いや、あの低速トルクはすごい太いんですよ。うん、まだ高回転試してないんですけど、うん、多分サーキットじゃめちゃくちゃ速い。絶対 NCB 抜かせる。NCB よりなんかいい加速してる感じはするよね。うん、低速トルクありそうだもんね。で、中速も結構いい感じ見てて、結構、うん、いい感じです。シフトはどんな感じだった？え、シフト、シフトね、すこすこ入りますけど、あの、うん、ちょっと止まってる状態だと、あのニュートラルは入れにくいと。なるほどね、いう感じです。よし、ちょっと次お父ちゃんちょっと乗ってみます。よろしくお願いします。これでいい。よし、そしたらこれで。お、ん、はい、というわけで乗らせてもらいました。はい、別物になったね。すごい、加速、まあ、軽くひねったぐらいの加速試してみたんだけど、もう2速で40キロポンといっちゃうから、すげえわ。速いんですよ。速い、だから GN より加速はいいかもしれない。うん、馬力的には似たようなもんなんだけどね。そっか。うん、なんだろう、ハイカムが最初から入ってるかって分かんない、分かんない。 あれだよ、もともと車体が軽い。あ、なるほど。全然車体が桁違いに軽いから、あの、なんていうのかな、この CL の軽快さが余計際立つ感じ。もうシンプルだからね、バックボーン。そう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 、もうね、シンプルだから、ひらひら加速するね。うん、
まあ、今実際ちょっと乗らせてもらって感じたのは、やっぱシフトがちょっと分かりづらいね。そこなんですよ。あの硬いわけじゃないんだけど、あのストロークは小さい。1速から2速で、2速から逆にニュートラルとかのストロークが小さいから、あの普通にコント入れたらさ、なんだろう、2速で飛び越して1速に入っちゃったり、そのニュートラルがうまく探しづらいから、それだけかな。はい、パワーはかなり出てる。でシフトフィーディングはちょっと癖がある、でも社外品のクロスミッション組んだモンキーとかも結構近いもんがあるから、まあこれはこれで慣れちゃえば大丈夫かもしれない、はい、あとはなんだろうな、一つどうかなと思ったのが、やっぱ強いて言うなら4速じゃなくて5速欲しい気がする、もう一段ちょっとで。なるほどね、ちょっとギアがワイドか。ちょっとね、ギア人がちょっとまだ詳しく分かんないんだけど、あとはまあサーキットとか峠走ってみてもどんな感じか、はい、まあサーキットといえばね、全開走行でどれくらい持つかね。そこなんだよね。あの本当の全開ってパワーが上がっちゃったから、もう行動じゃあんまりもう回せないでしょ。回せない4速でもうパーシャルだからそうだよね、確かに。じゃあまあ次はサーキットだね。サーキットだね。もう行動じゃ全開出せない。サーキットで N チビの加速に追いつけるかどうか。あの富士スピードウェイレイアウトが変わってるので楽しみってのと、そうだね、あのこう最終コーナー立ち上がりでさ、いつもパーンってあーって感じだから多分勝てるんじゃないかな。そうだね、4サイクルゆえに低回転で回っちゃうから、うん、さあ次回は行ってみましょうか。 N チビじゃなくてモタードに勝つマジかよ。でもその前にね、そのオイルクーラーなんとかせんと。はい、というわけで無事エンジンかかって走りました。よかったー、イエーイ。じゃあ次回のネタにこうご期待。はい、それって故障じゃなくて